スノーマン目黒蓮の忙しい夏 CM やドラマ、ファッション。幅広いフィールドで飛躍する頼もしい姿。スノーマンの目黒蓮が、例年以上に忙しい夏を迎えている。CM やドラマなど、個人での大きな活動が立て続けに発表されている。天海祐希、内村照義、今田美桜と共演したキリンビール、晴れ風の CM は、白シャツ姿でビールを飲む姿や、他の出演者に語りかけるようなナレーションを担当するなど、持ち前のビジュアルだけではなく、低音の落ち着いた声を活かした仕上がりだ。特に、内村とのナチュラルなやりとりが印象的で、設定は明らかになってはいないものの、親子のような自然な会話を見せている。また、晴れ風の TikTok では内村のアフレコに乗せ、表情だけのコミカルな演技を披露した、父の日、陽の CM も、なんとかやりきった目黒が子供のように笑い出す終わり方も絶妙だ。最後の、喜ぶと思うなぁという甘く優しいニュアンスのある締めの一言が心地よく、晴れ風、TikTok 内ではいいね多数の人気動画となっている。